スリーはちょっと違うな、めんどくさいね、これね、設定が。ちょっとそれで今の時間はちょっと雑談の時間にも当てたいと思いますけど、いろいろ、お話をみんなでやってみてください。今日はなんか大谷選手はすぐ29号、20、30号って言ってましたね。すごいですね。今ね、今 2分ほど前にね、サヨナラ勝ちしましたよ。大谷がホームインして。あ、そうそう、日本打ってるよ。日本打ってるよ。はい。大谷フォアボールで出て、盗塁して、ヒットでね、セカンドから走ってきてギリギリセーフで、今サヨナラ勝ちです、エンジェルスは。あ、そうですか、すごいですね。うん、すごい大活躍。平和なの見てますね。今テレビで熱海で土石流が起こってって家が流れてるって。あれはひどいですね。恐ろしい。恐ろしい土石流ですね、あれは。雨崩れなんてもんじゃないですね。このところずっと雨が続いてますよね、本当に。20人以上不明らしいです。あれだけ雨が続けば土砂崩れ大きいよね。うん、今大谷が勝利インタビュー受けてるところですね。テレビもつけて見ながら、ね。藤井二冠は今棋王戦をやって棋聖戦をやってますよ。そうだ。今日棋王戦だ。見るの忘れてた。大谷ばっかりで。まだ大丈夫だ。今日お引っ張り台までかかりますので。そうですね。この間ちょっと乾杯でしたね、この前は。豊島さんとやったやつね。あれは乾杯でしたね、珍しい。うん、テレビ見るの忙しいや、大谷と藤井と。それでは今の時間にちょっと今日の予定をもう一回繰り返しますけども、言います。最初出血を兼ねて、出血確認を兼ねて1分のところでお名前と、それからもし、今日話題提供かなんかできるようでしたら、その話題かなんかを言っていただきたいと思いますけども、それで出血を兼ねてそれを10分ぐらいでやって、それで、それぞれのまたお話に入っていきたいと思いますけど、それと前回いらっしゃらなかった時の方にお知らせですけども、前回はですね、5月は山崎さんとか細谷さんからワクチン接種の状況とかそういうお話を聞いたり、中村栄一さんからジスでしたかね、あの方、自分の仕事の様子を教えていただいたり、桑原さんは原発の処理水の問題を提起されていらっしゃったりしましたね。そんな話が前回は出ておりました。なんでこんなの入るだ。ミーティングを退出続ける。さっき映ってたけどね。そう、映った。いや、僕、あるとこ操作したもんでね、それが引っかかって消えちゃったんですよ。いろんなことやったもんでね。顔出てきましたね、今度は。はいはい、これ音は聞こえてますかね。聞こえてます。大丈夫ですね。はい、すいません。はい、よろしくお願いします。それじゃあ今日はまた後から参加者がいらっしゃるかも分かりませんけど、私のところにで早くできているのは山崎さん、大島さん、桑原さん、岡田さん、今田さん、古橋さんと、それと佐竹さんと私とですね、うん、そうですね、そうですか、そのぐらいですか、はいすね、はい、じゃあまた余裕もいっぱいありそうですから、たっぷりといいお話を繰り返しさせていただきたいと思います。それじゃあ、どうしましょうか。あいう順でいきますか。それじゃあ今田さんから。はい、はい、始めて。先月はちょっと用事で参加できなくて、1ヶ月ぶりというか、2ヶ月ぶりか参加させていただきます。よろしくお願いします。はい、ワクチンも6月10日それから7月1日2回目打ちましてね。あ、そうですか。はい、おかげさまで、あと2週間すると抗体ができて、うん、まあ一応一連のコロナ対策は、医学的なコロナ対策は一応完了ですね。完了。あとは
運を天に任せるこういうことでございます。いや、かなり安全サイドに入ると思います、はい。それじゃあ、今田さんから大島さんどうぞ。私も前回用事がありましてちょっと出れなかったんですが、そんなことで近況ちょっと報告させてもらいますが、喋るのが下手ですので1分間スピーチのつもりで読ませていただきます。あとまたずっと長いのでも結構です。私にとりまして、コロナによる巣ごもりというのが終わるのが嬉しくて、もうすぐ終わるということで嬉しくて仕方がありません。と言いますのは、明日2回目のワクチンを打つことになっているからです。私基礎疾患がありますので、コロナにかかると一発であの世行きだという脅迫観念がありまして、家内以外との接触はほとんど絶って、また外出も極力少なくするように努めてきました。孫たちが来ましても、親が気を使ってか来てもすぐ連れて帰ってしまうので面白くありません。そんなことで私にとりまして、明日はワクワクする記念すべき日でありまして、期待感でいっぱいです。その様子を見まして、家内は、何もワクチンを打ったからってコロナがなくなるわけはないのよとか、マスクはすぐにはやめられないわよといった、私が有頂天になって無防備になって出歩かないかと心配しまして、盛んに牽制球を投げてくる有様です。そこでコロナの巣ごもり とは私にとって何だったのかと総括してみたい気になりまして、少し考えてみました。その手始めに、私の巣ごもりの三種の神器とは何か考えてみました。まず一つは顔を見て話せるネット電話であります。二番目に YouTube、 三番目にナンブレ、これ数独パズルなんていう名前でも言われております。この3つを選んでみました。顔を見て話せるネット電話、これは LINE、Skype、FaceTime なんかよく使われております。私もどれもやっております。相手が選ぶソフトに合わせて使っております。人によりましては LINE が嫌だとか FaceTime がいいだとかいう人もいますが、私にとりましてどれ3つの機能どれもあまり差を感じておりませんが、呼び出し音がそれぞれ違うので、あ、誰からかかってきたのかすぐ分かるというありがたさがあります。画面 ではありますが、テレビ電話会話をするということは、子どもたちと話をしていますと、その時の子どもの心理状態、例えば落ち込んでいるんじゃないかとか、調子が良さそうだなとか、心理状態とか生活状況などが何となく分かってくるので安心感が大きいです。世の中の年寄り全部がテレビ電話を使うようになりました、なりましたら、いっぺんにオレオレ詐欺なんかなくなってしまうと考えております。そうですね。物事何でもいい面があれば悪い面もありまして、寝起きの悪い彼女に電話をして、すっぴんの顔を見た途端に、わあこんな顔だったのかと100年の恋も冷めてしまうということも起こってくるだろうと思います。そういうことで、化粧品メーカーの売り上げはそのテレ電話の普及とに比例してどんどん増えてくるんじゃないかと思っております。今のうちにこの株買っておいた方がいいに違いますでしょうか。まあこんなことを喋っておりますとキリがありませんので、1分が以上経ちましたので、この辺でまた続きは次回にさせていただきます。はい、はい、どうもありがとうございました。デジタルではもう最先端を言ってる大島さんだから、いろいろといろいろとやられることある、はい、それと今日は人数も幸い適当なあれな数ですので、先ほどまあ 1,2 分ということですが、適当に適当に時間使っていただいて結構ですので、どうぞ皆さんも続けてください。はい、それで何も聞いてない。だからさっきからさ、入るんだよ。ニュースが来るたびにさ、今日接続が良くなくて音声が聞こえないんだよ。これ大島さんがここにいるだろ。あ、そうですか。山崎さん、桑原さん、今田さん、奥さん、こんにちは。岡田さん、はい、岡田さんのあれ入ってます、声も入ってきておりますから、どうぞ、はい、続けてください。はい、
私の番ですか。私の番になりましたから、どうぞあの時間にこだわらずに大丈夫ですから。はいはい、近況はワクチンの接種が10日前に終わりまして。あ、10日前ですね。あの多分もう大丈夫なんだと思うんですけど、何かインド亜型だとか、なんかまたインドでまた別のが出たとか、結局よくわからないのは、これは次々新型のコロナの、ウイルスが出て、終わりはあるんだろうかということがわからないままでですね、いるんですよ。そこに対してきちっとした意見が、分かれば聞きたいもんだと思いますけど、まあ、あのその間にですね、やってたことっていうのは、まあ、あの読書、古いミステリー小説みたいなものを、読んだり、それから、料理で新しいのは最近流行りの、イタリア料理アヒージョっていうのがえらく簡単にできるということで、多分10回ばかりも作ってみましたけど、これあの、オリーブオイルの中に産物イカだタコだエビだとぶち込んで、炒める。それで畑でできたジャガイモの使い道がないんで、ジャガイモも入れるということで、だいたい10分でできるんですね、アヒージョっていうのは。で今日も昼作ってあの孫たちに詳しい、ちょっと振る舞ったんです。おいしいおいしいって帰ってきました。まあ、それがこのコロナの中での一つの、収穫だろうと思います。あとは、まあ、コロナのことがこれ軽くなればもう少し、外に出れると思うんですけど、その次々出てくる新しい形がどういうことなのかが分からなくて、それが不安だ。はい、どうもありがとうございました。あれですね、そのワクチン、あの新しいのは、私の知る限りの範囲では、やはり突然変異が起きて新しいあのウイルスがまた出来上がるので、それはやはり、またそれに対応するものをやらないと、それに対応するワクチンを作らないといけないということだと思いますけども、現在 の, あの言われているのではファイザーとか モデルナとかのやつは、2回打った方はあの新しいのにも十分答えられているという、新しいのに対しても強くなっているということのようですね。だから 90% ぐらいは OK のようです、効く範囲では。ですから今のところは2回もされた方、ワクチン打たれた方はあの安心なさってて結構じゃないかと思いますけど、あの他の方はなんかまたあれがあればお話しください。じゃあ、次は桑原さん、はい、お願いします。まずあのワクチンの接種の方はですね、2回目が、7月の6日、来週の火曜日ですね、6日にあの2回目のワクチン接種を予定しています。ですから水曜日の一水会はお休みをしました。大事を取りました。そんな具合です。それと今日のあの午前中にですね、あの ASN の企画会がありまして、そこではお話ししたんですが、あの水を放課後児童会、こちらの夏の企画がですね、前から8月の初め頃ということでお話してましたけど、あの具体的にちょっと話が出てきまして、先方での希望がですね、あの月水火とプール遊びをやってるそうです。あの放課後児童会の西のすぐ隣にあのプールがありまして、ところが今はあのこういう状態で子どもたちを入れて芋みたいに洗うのも まあ、まずいということで、水は入れなくてですね、いわゆる、家庭用の、まあ、大きめのプールを置いたりして、そこで、あの、水鉄砲遊びしたり、いろいろな遊び方をやってるというんですけど、その中で、ASM の我々に対しては、当日、シャボン玉遊びということでやってくれませんかという
申し込みがありました。それは、午前中に、現在はですね、放課後児童会は3つのクラス、みずほの第1、それから第2、第3とありまして、第1と第2は1年から2年生。それで、各55名です。で第3が、やはり55名で、3年生から4年生。こんな具合になってまして、その1、2、3が、午前中2つ、午後に1つという形で、プールの順番をその月水金に割り当ててやってるのは現状なんです。それで具体的には8月の2日の月曜日、それから4日の水曜日、6日の金曜日ということで向こうから案がありまして、今日の企画会では、まあ、4日は一水会のゴルフがあるので、まあ、無理だと。それで2日と6日の、午前中に、まあ、希望しようということに、なっています。ですから、2日の月曜日に午前中で、みずほの第1と第2、それから6日の金曜日に、第3の3、4年生ということで、まあ、申し込みしようかということで、今考えております。それで、一つは、シャボン玉の駅を作ったりするんですけど、大島さんにまたどうでしょう、お願いできますでしょうか。約1ヶ月近くあるんですけど、あの段階ですね。準備お手伝いいたします。はい、近いうちに小本さんと言ってもうちょっと煮詰めていきたいとは思ってますけど、はい、いずれにしてもシャボン玉でまあ楽しく遊べることを考えてくださいというようなことであります。ですから大きく分ければ、パフォーマンスとして大きな玉を我々が作って見せる。それと、子供たちに小さなシャボン玉で、まあ、遊んでもらう。こんな形になるとは思いますけど、場所はプールの場合と、それから、横にある、木の下ですね。そちらの方を使ってもいいということになってまして、なお、教室の、半分を学校から借りてまして、そこで準備とか、休憩も我々ができるということを聞いております。それで、午前中の時にお伺いしたんですけど、2日の日と6日の日に、参加できる方ということで、どうでしょう。午前中、企画会にいらっしゃらなかった方で、2日6日参加が可能な方、お願いできたらと思うんですけど、山崎さんはいかがですか ?2 日と6日は、8月です。月曜日。月曜日、6日は金曜日ですか。はい。金曜日は予定入ってますね、6日は。あ、ないか。あ、どっちもいいです。あ、どっちでも。いいですか。ありがとうございます。岡田さんはいかがですか。岡田さん聞こえない？あ、岡田さん聞こえてる？聞こえてますか？よく聞こえないんですよ。僕は音声が途切れ途切れで。本当。今日は接続が非常に悪くて。ええ。8月の2日と6日にですね、みずほの放課後児童会、こちらがありまして、プールは8月ですか？ええ、8月の初めです。2日と6日。月曜日と金曜日。8月の、じゃあ、2日ってのは月曜日ですか？2日の月曜日と6日の金曜日。はい、あ、6日の金曜日なら、6日。6日はご都合悪い。いいですか？いいと思います。あ、いい方ですね。はい。じゃあ、2日の方もいいですか？2日はちょっと無理です。あ、わかりました。はい。じゃあ、6日ということで。あと、いかがですか？もし、参加可能な方がいらっしゃいましたら。桑原さん。はい。山崎ですけど、8月2日予定、会議の予定が入ってましたので、8月2日は消してください。あ、2日の方はね。はい。はい、すみません。はい、わかりました。古橋さんは無理でしょうか？私、ちょっと若干皆さんとね、行動が違うところがありましてね、うん、また自分が出るときにそれ説明します。ちょっと無理は、あとで説明します。これまでには ASN のメンバーはほとんど、ワクチンは2回終わってるだろうと思ってますけど、
まあ、それも放課後児童会の方でも、まあ、加味して、まあ、こういう企画になったんじゃないかなと思っております。ただ、従来みたいに教室の中で、我々の理科教室をやるというのは、やっぱりちょっと無理があると。まあ、外で、やる分ならいいじゃないかということで話が進んだと思っております。また、じゃあ、さらに詳細進めまして、ご連絡したいと思いますが、ただ、事前の、あれですね、駅の調達その他は、大島さんにまた、いろいろお世話かけますけど、はい、一緒にご相談しましょうや。はい、またよろしくお願いします。こちらこそ。はい、以上です。はい、どうもありがとうございました。大島さんがあれですね、参加されましたね、画面に。はい、それ遅ればせながら参加させていただきました。はい、それじゃあですね、一応今じゃあまず古橋さんにお願いして、それからその次、はい、大島さんにまたお願いします。じゃあ私、まあ、近況というか、まず一つは、私もあれですね、ワクチンですね、浜松の場合はファイザーですね、もう指定されてますので、ファイザーを6月の9日、それからファイザーの場合はその最初の1回目から経過してですね、21日ですか、そうすると6月30日、打ったばっかです、2回目を。で、それが効力があるのは、その2回目の、接種をした後の1週間後に抗体ができるそうです。それで僕も厚生労働省のですね、専用ダイヤルというところがありまして、そこに連絡取って、これは打ったはいいけども、どのぐらいその効力を、ね、発するその期間はどのぐらいですかと聞いたら、そしたら2ヶ月だそうです。という、2ヶ月だけとなると、ね、心配じゃないですか、ね、打ったはいいけども、それを、ね、今、検討して、過去の実績に対して、そこまでは大丈夫だよということがあってこそ、そういうことを言ってると思います。そこまでは説明はありませんけども。うん、だから僕は9月の16日ぐらいかな、うん、それで期限それ切れちゃうわけですよね、不安ですよね。それに対する対応ってことで行政もしっかり言ってくれるとありがたいなと思っているんですがね、うん、証明書はもらってます。海外出るときなんかもその証明書がないと外国へ旅行に行くとかそういうことは当然できません。当然今のこの状況じゃ行く気はありませんけども、まあそういったことで、ファイザーをですね一応2回も接種終わりましたということで、今現在、まあ2回目のときはちょっと痛みはありましたね、筋肉注射ですので、まあそれも、もう今現在何ともないです。体自身もこの元気そのもので、特に副作用も起きていません。そんな状況です。それが一つ。それから二つ目は、まあ今日、ね、これに参加する前にね、実はうちの庭、ちょっと畑があるんだけど、そこを見たらね、トマトも野菜作ってるんですよ。そしたら、これ何言ったら、女房がね、たまたまね、その、トマトのなってる身、赤みがついてますけども、カラスがつついて食べてるという。カラスが食べるのかなと思ってトマトをね、びっくりしました。うん、そんなことで、まあ自分の畑のすぐ身近なところにいろんな野菜を作って、それで新鮮なものを食べて、楽しんでいます。それが、まあ、近況の話ですね。それから先ほどね桑原さんからも、どうですかという話があったけど、私の場合は楽しみながら学び、世のため人のためにお役に立てることをできる範囲内でやりたいと、自分らしく生き抜きたいと、こういう発想してますもんで、どうしてもこう、いろんなこうね、アクティブシアネットのいいところね、本当にこう、こう自然体でこうやってる、そういう中で参加できるときは参加していきたいと、そういう思いは何ら変わりません。ただ人のために役に立つことをいろいろ自分なりこう実践してますので、そちらにエネルギーが刺されるもんで、全てのもっともっと積極的に気持ちだけは持ってるけど行動がこうできない状況にありますもんで、まあ、そういう思いで、やってます。まあ、好きなことは写真ですね。これまあ7年間やって、実は川根本町今年出したから、そしたら川根本町の観光課の方からですね、あなたの撮った写真をぜひね、現物をちゃんと、ね、見せて説明していただきたいという話がありまして、うん、で多分コロナの影響もあるもんでね、その辺メールでやり取りするか、
遠隔操作でそういうことをするのか、ちょっと今そこを検討してます。まあ、人のために役に立つこと、そういうことを共にそれで喜び合えると、うん、そういうことを自分は一つ目指していますもんで、皆さんのこのね、参加にできないところをちょっと ご理解していただきたいなと。できるときはそのように参加させていただきますけど、まあ、いい会ですので、今後とも継続はね、していきたいと思ってます。そんな状況ですが、何かご質問があればいろいろ言ってください。はい、はい、どうもですか。ありがとうございました。古橋さん、うん、トマトはカラスも当然あれですよ、うん、大好物でやられますよ。いや、カラスだに、カラスが食べるって初めて聞きました。最近の畑でも、ええ、うん、やっぱりカラスは気をつけてないとダメだと思ってます。わあ、そうですか。ええ、ね、今日初めてね、びっくりしました。うん、スイカも作ってます。トマトも、おナスもいろいろやってます。広くはない、うん、こじんまりと。はい、まあ、そんなところです。はい、あ、それじゃあ、さっき順番言ったもんですから、じゃあ、青島さん、お願いします。そして、青島さんが終わったら、山崎さんにお願いします。はい。青島です。久しぶりです。前回一回お休みしちゃってね、ついうっかり、日にちをうっかり飛ばしちゃったもんだから参加できなくて申し訳ありませんでした。皆さんコロナの件でいろいろと、ご発言が多いようですが、私もコロナの件については実は行きつけのというか月に1回行ってる病院で、7月の27日だったと思いましたけども、2回目を終わるという予定でおったんですが、その後グランドゴルフの会でそういう話をしたら、いや、そんなことしなくてももっと早くできるかもしれんからって言って、シトロのイオンの会場へ予約を入れたら、6月の6日に予約が、1回目の予約が取れて、で6月の27日に、3721なんで27日に2回目を終わりました。別段発熱とか特別な苦しみっていうか反応はなくて、まあ非常に状況はいい状況です。まあ結果今抗体ができつつある過程だろうと思うんですけども、女房もそんなことで昨日、1日の日に女房も終わりまして、2人とも終わったもんですから、まあまあやれやれ、一段落といいますか、一つの過程を通り過ぎたなというふうに思っています。まあこれからどうなっていくか分かりませんけども、国の状態を新聞等で見ていると、なんかちぐはぐちぐはぐの状態イライラしてきますけども、まあ、菅さんも気の毒だなという思いをしておるところです。まあ、他に話題といってこれはありませんけども、これから暑くなるもんですから、お互いに、健康に当然気をつけるのは当たり前なんですけども、まあ、そういう中でオリンピックが行われて大きなことが起きなきゃいいがなというふうに思いつつ、客観的というか、いや何気なく見ているような感じですけども、そんなところでございます。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。じゃあ山崎さんはちょっと遅くなりましたけど。はい、今日私のバックの写真は静岡からの富士山ということで、右側の稜線に宝永山があるはずですが、ちょっと霞んだ形になってます。これ私が撮った写真ではありませんで、著名な画家の木版画ですね。木版画です。吉田博士という非常に高名な見事な木版画を作った人ですが、実はワクチンを打って今日で24日かな、体中に抗体ができてこの辺り光ってますよね。ということで、まあ、少し出かけるかと思って先週の火曜日かな、2年ぶりで静岡へ行きました。一人で人混みの中にも入ってます。で行きは新幹線に乗ったんですけども、こだまに、どの車両も10人もいなくて空気を運んでるような感じでしたね。で静岡市の美術館、青いタワーの3階にありますね、駅前ので、今開催中の吉田博士という人の展覧会見てきました。非常に素晴らしい作品なんですよ、これ。明治の終わりから
昭和20年頃までにかけて活躍した人で、特にアメリカやイギリスで人気があった人です。国内よりもむしろ海外で人気あった人で、ダイアナ妃がこの人の作品を買って部屋に掲げてあるということで、これは富士山を描いたシリーズのうちの朝日という作品ですが、あの木版画としては異常に大きくて横が70センチ以上あります。でこの人の版画の特徴はですね、非常にすりも細かい、彫りもすりも細かくて、一番多いやつでは100回以上刷ったと、一枚の版木で100回以上刷ったというものすごいあの技術を使った作品で、実に見事な作品ですので、皆さんちょっと静岡へお出かけの説があれば青いビル寄って見られると楽しいかと思いますので紹介をしておきます。とりあえず以上です。はい、どうもありがとうございました。それじゃああれですね、私も自分のことを言えば、今1回目のワクチンは一応終わってますけども、2回目を、次の17日に、打つことになってます。そしたら2回目ができて、少し私も動ける範囲が広がるかなと思ってます。それでは、何かあれですかね、せっかくの機会なので、こういうことを議論したい、議論ということはないんですけど、こんな話題を提供したいということが、おありの方あればどうぞ。まあ今、いろいろオリンピックのこととか何かとか、世間ではいろんなことが起きておりますけれども、何か気づいたこととか、提言とか。よろしいですかね。はいはい、岩田さん、どうぞ。先ほど、古橋さんがワクチンの効果が国へ聞いたら2ヶ月ぐらいとかっておっしゃってて、そんな回答だったんですか？そんな回答だった？あ、そういう回答よ。あのね、3つで、我々の立場で言うとね、そういうことを知りたい、困ったことをね、問い合わせするというのは3箇所あるね、私が知ってる範囲だと。まず浜松市、ね、はい、浜松でもやってます、はい、コロナ専用ダイヤル、はい、うん、それが1つ、それから、厚生労働省、うん、それからもう1つは各コロナを作ってる、例えばファイザー、浜松は全部ファイザーですので、うん、ファイザーがそのメーカーが持ってる問い合わせできる専用ダイヤル、それもそこにも確認しました、私も。あ、そう。うん、そしたらね、そうですか、2ヶ月、そうすると、打って安心して、こう思いたいんだけども、不安が残りますねって私が質問したんですが、それ以上は言えませんって、うん、だから事実のあったことを証明できる、うん、そこまでは言えるけども、うん、そういうような、でましてや今度は、ね、変異株が、変化には変化の、ね、それこそ生物センスだと私は思ってますよ。まあ、確かにね、うん、まあ、世界中っていうか、初めての経験なわけね、今度の新型コロナウイルスっていうのは。で、分からないことだらけなんだけど、ただ、そうそうそう、今、勤務をしてるのは、うん、ワクチンが結構、接種が進んでいたイギリスで、サッカーの試合で2000人が感染したっていうニュースが、はい、ありますよね。だからこれがね、ワクチン接種しても2000人が感染 している事実が発生するっていうことを、とてもこれからまあオリンピックがあるわけですけども、何が起こるかわからないという危惧があるんですよね。どうですか？そう、私はまあ去年のコロナが、ね、起きた時に ね、 ね、まあ、ちょうど春先だと、その頃にはもう感じ取ったね、私必ずこのウイルスが変異するだろうなと、うん、もうそう予測しましたね、私本当に、うん、女房にそれも言ったよ。だけど治し方も何も分からへんもんで、ただ想像してそう言ってるだけだけどね、案の定そうなりましたね、うん、だから変化には変化の対応できる、そういう、ね、科学的な能力を日本人間自身がね、そういうところをね、こう乗り越えていかない限りはね、もうね、ウイルスに負けちゃうからね、これはもう歴史的に見てもそうじゃないですか。ペストなんかもそうですよね。ペストだってあの人は北里島三郎、うん、大学もありますけども、あの人が開発してやったんだけど、あの人自らアフリカ行ってね、自分自身がそれで亡くなっちゃったよね。うん、それなぜ日本がそういうところにこう感染するような病名に対してこの前向きに対処する医療体制になってないかというと、戦後話ですよ、これは。それは戦後ね、やっぱりね、高度成長で日本はこうどん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 成長して経済良くなったけども、それだけで終わっちゃってるもんで、そうするとお客さんの方、利用者の方はすごく今度は安全
衛生にすごく力を入れて、ちょっと何かあるとすぐ訴訟を起こすとか裁判になるとか、そういうところがあのメーカーがすごく恐れてるわけですよ。賠償が起きるから、うん、それで結果的にそういうあの研究開発するとこがこの日本の場合はあの世界に対して遅れてるというか、それでまた取り戻そうとして国が今度は自ら立ち上がってそういうところにお金も出して開発していきましょうと、こういうことを菅さんが言ってますよね。ですからこれはやはり日本のこう酒を飲んで今何をするかという発想がこれまだあの、ね、あの過去の歴史から勉強しておく必要性があるんじゃないかなということを感じてますね、うん、その時の大事なポイントというのはね、我々思うにね、5プラス1、うん、それを全部否定すると負の連鎖を切る、それは3プラス1イコールちょうど10になる。何を言ってるかというとね、当たり前のことが当たり前にできない社会に今どんどんなってる、うん、当たり前のことすごく大事。じゃあその5プラス1は何だろう、喋っちゃっていいのかな。一つ、いやいや、いろいろな説があると思います、うん、今科学的な、まあ、サイエンスの方の人たちがいろいろ言ってることでは、もう今作ってるやつは初めてできたあのそういうワクチンですし、その本当のことまで本当のっていうかもう確定したことっていうのは誰もわからないんじゃないかなと思いますね。ただ一方ではごく最近の 2,3 日前だったと思いますけども、ファイザーとかそのモデルナのやつのでも何年も持つというふうにいう話もありますからね。まだ、それとかなり、高い確率でそういうものを2回打ってる人は新しい変異株が、できても、対応ができると思われるという、サイエンスの方からはそういうような意見も出てるんですね。それとあとはその、変異っていうのはこれはもう絶対起こることでも、それは皆さんも作る人たちもみんな分かっていることで、それがまた難しい、ウイルスであった場合には、それを、研究して新しいまた対応したワクチンを作るということになるんじゃないかと思いますけどね。まあ分からないことはありますけれども、かなり、今のところでもワクチンを2回打ってて、安心できるということもあると思いますね。まあどうなるか皆さんもいろいろと追いかけてみたらいいと思いますけど。他のどうぞ、あといろいろなご発言、時間があれですよね、あと10分ぐらいで終わると思いますので、どうぞ有効にこれからの今発言どなたも自由ですから、手を挙げるか何かでどうぞ言ってください。はい、どうぞ岡田さん。まあ、今日非常にショックなことがありましてね。はい、私の近所にお住まいの、一人住まいの老人の方が亡くなられたんですよ。はあはあ、で近所の人が新聞を 何日か新聞を郵便受けから新聞が取られてないということで、見回ったら一つたまたま部屋入れるということで入ったら、ご本人が椅子に座ってテレビを見ながら亡くなってらっしゃった。でこの方資生堂の幹部をしてた人 で日本中あちこち見て回ってて、これは浜名湖がいいぞということで、浜名湖を、まあ、隠居場に選ばれて家を建てられたんです、で、まあ、奥さんが十数年前に亡くなられましてね、はい、でその後お子さんたちは横浜で会社を経営したりとかなんかそこそこあれしてらっしゃるんですけど、やっぱり一人の方がいいということで、頑固に一人で住まって、で人と一度しばらく前までは船を2艘持って、2隻持ってらして、釣りが好きでそういうことで過ごしてらしたんですけど、このところ、まあ、元気ではあったんですけど、88歳か89歳なんですよ。で、亡くなられましてね。で、亡くなってるのが見つかったということで、さっき救急車が来て。ああ、そうですか。いやちょっとびっくりしましてね。ここに来て、まあ、80歳っていうのが山っていうか、まあ山、80歳がもういいところかなというふうな結果を打ち出してるし、ところなんですよね。非常にショックですね。そういう、かなり幸せな人生をここまで送ってこられた方なんだろうと思うんですけど、最後が。
その方なんかあれあのご病気も持ってらっしゃったんですか。いや、病気はですね、あのお酒を随分飲む人でもあったんで、まあ、血圧ぐらいのもんじゃないかと思うんですけど、ね、それでは非常に健康な方だったんですね。なるほどね。89歳ですか？89歳ですか？89歳だろうと思うんですよね。ああ、そうですか。いや、羨ましいですよ。そういうあのテレビを見ながらね、っていうのなんか本当に理想的な、まあ、亡くなった方に誠に無礼な言い方に聞こえるかもしれませんけども、悪い死に方じゃないなという気がつくづくしますね。私も夕べだったか、寝てて自分が心筋梗塞を起こした夢を、夢だかね現実だかわからんですけどね、ちょっと苦しいなと思って、いやこれは女房呼ぶようにベルか何か置かなきゃいかんかなと思ったんですけどもね、やっぱりあれでまますっといっちゃね、これは最高だなというふうな感じ方をしてるんですけども、まあ、病むということは他の人たちにそれだけ負担をかけますのでね、そういう意味じゃ嫌だなと思ってるところへ今のお話を伺って、いや最高だなと思う誠に失礼ですけどね、失礼ですけども、そうだと思いますね。しかも89歳っちゃまあいいじゃないですか、そこらでっていう、ね、十分なお年だと思いますよね、いい話だと思います。私は田所さん、はいはい、田所さん、あ、もし よければ、はい、いいですか、どうぞ、はいはい、1点、まあ、あと 5分ぐらいで終わると思う、ね、ちょ 健康関係の話だったもんでね、実は私も身近なところでいとこがね亡くなりまして、お酒好きないとこだったもんでね、結局はその方は、ね、ガソリンスタンドでその、給油してて気持ち悪くなって、それで奥さんはすぐ近くにいなかったもんで、そこの店の方が救急車呼んですぐ病院に運ばれたんですよね。で結果くも膜下で、あと、その後のフォローとしてですね、介護の関係が出てきますので、それで介護保険は一体どうなってるだろうなと思ってね、毎年3月末か4月の初め頃にそういうのが浜松市から発行されます。そこにきっと介護になった場合にはね、その症状とかその、支援要支援1に介護度1から5まで全部で7段階になってるんですよ。そうするとどういうようなサービスとしてどれだけ費用がかかるかね、そのどういう費用がかかるかというのはそのちゃんと書いてあるんですよ。だけどどういうサービスを提供してとそこが書いてないんですよ。本来書いてあるべきだと思う。で質問したの市役所に、そしたらそれはね、いろんなケースがあるからそれはできませんと。え、そうですか、私たち、ね、介護保険料払ってるでしょ、だったならば事実として、ね、そういう介護施設でケアマネージャーが判定してるじゃないですか。なぜそういうものの、ね、一番使用頻度の高いもの、影響力の多いものを、ね、一つの例としてドンピシャになったら絶対ないから、そういう大法令を一つのその介護保険にこういうような、ね、場合はこういうようなサービス提供になってますよと、そういうのはね、ちゃんと相手を思い合った丁寧な説明責任を果たすような仕組みになっていないの。これが今の日本の悪いところ、ね、お金払ってるんだから、払ってるだったらそれだけの相手を思い合った丁寧な説明責任を果たす義務、これが日本の制度には欠けてる仕組みですよ、仕組みです。主にね、そういうことで困るのは誰で、その家族本人ですよ、まだまだ日本は遅れてると思いますよ、こういう医療制度の、ね、運用のあり方、はい、以上、はい、どうもありがとうございます、提案しときました、はいはい、まあ後期高齢者のこの回ですけど、まあ、後期高齢者は、私も前医者の友達がいたんですけども、その人がもう60か70を過ぎたらもう肉体的にはみんないつ明日亡くなったりするかも分かんないよっつって、それはそうなってもそれは仕方ないことだよというふうになんか言われて、あ、もうじゃあもう60になった時にそんなこと思いましたから幅がいっぱいありますから、いろいろといろんなケースがあるだろうと思いますね。それで、マスターマスターの佐竹さん、はい、今日も
ありがとうございましたですけど、いい、もう少しですよね、多分時間が。はい、時間は無制限なんですけど、まあ、あ、そうかそうかそうか、あ、そうだそうだ、そうでした、そうでした、っていう一応、はい、それじゃあもう一応、1時間ということをやって、決めてますので、そろそろそれじゃあ終わりにしたいと思いますけど、特にまだ、お話ししたいという方があれば、どうぞ手を挙げてください。もしそれがなければ今日はここまでで終わりたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、あ、それと、あ、はい、あ、桑原さんどうぞ。一つ情報提供ですけど、はい、これ見えますか。カメラに向けてくれないと分かります。あ、少し見えてきました。はい、見え、あ、そのままにしてたら見えますけど、あ、これね、あ、もうちょっと、はい、もうちょっと上に、何もあれですかね。これですね、岩遺跡群ということで、岩遺跡の近くで、森田町ですけど、ここで岩遺跡です。こういう町が出たんですよ。何ですかそれ。で、立ち、これは金銀がついた非常に貴重なものであって、元を作ったのは朝鮮から、まあ、来てるわけですけど、貴重なものが埋まってたということで、もしご興味がある方がいましたら、7月の11日の日曜日、現地でもって説明会があります。10時から12時、場所は岩遺跡公園、こちらで予約不要で、当日直接現地へということで、岩遺跡並びに、まあ、一応分となってますから、そちらの方も含めてこういう案内があります。もしご興味ある方いらっしゃれば、7月の11日の日曜日の10時、岩遺跡公園ですね、こちらへ直接行ければ案内してくれるということになっています。以上です。はい、どうもありがとうございました。他によろしいですか。はい、それじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。また皆さんの方からこういうことを発言したいというのをこう一つ聞いた考えたいと思います。